香港の日本が危ない。海外の和食店が風評被害に苦しんでいます。セントラルにある寿司屋の佐世です。平野です。この度は東日本大震災で被災された東北の皆様に謹んでお願い申し上げます。香港でも原発事故の風評被害にも負けず頑張っております。当店では毎日独自のルートで日本と変わらない新鮮なお魚を輸入しております。香港にお立ち寄りの際にはセントラルにある本店にぜひお越しください。ネバーギブアップジャパン。